今の法律では選挙権があるのに投票できない、この投票権の空白っていうような状態が実はあるんです。で、この矛盾を公明党がリードして今回法改正をすることができました。現在の選挙制度では選挙人名簿というものに登録をされた方が投票できるということになっています。そしてこの選挙人名簿に登録されるためには3ヶ月間以上同じ場所に住んでいないといけません。つまり引っ越した場合にはその引っ越した先で3ヶ月間住んでいて、その上で初めて投票権を得られる、名簿に登録されるということになっておりました。つまり引っ越して3ヶ月経たないうちに選挙になった場合には、前の場所で、自分が前住んでいた場所で選挙投票をすることができるということになっておりました。ところが問題は、新しく選挙権を得られた方々、例えば20歳になった方々、あるいは今回18歳19歳の方も選挙権を得られることになりますが、こうした方々が例えば就職で、あるいは入学で引っ越してしまった場合、3ヶ月住んでいないとその転入した先で、引っ越した先で選挙ができないわけです。じゃあ元いた場所でできるかというと、実は選挙権を20歳になって得たばっかり、18歳19歳になって得たばっかりという方々の方は、元いた場所でも投票ができない、名簿に登録をされていないということになります。つまり選挙権は日本人として認められているにもかかわらず投票ができない、これはおかしいんじゃないかと、これは国として取り組もうということで、この公職選挙法の改正というようなものに結びつけて、そして今回こうしたこの投票権の空白と言えるような状況を解消することができました。まさしく民主主義の根幹、本当に大事な皆さんの一人一人の投票権を公明党がリードして守っていった大きな実績を作ることができました。大型の商業施設であるとか、あるいは駅、こういうところでも投票できるような、こうした法改正を目指しております。選挙は例えば地域の学校であるとか、指定された一箇所でだけしか投票ができないというのが今の制度になっています。ところが選挙の投票日は大抵お休みの日です。家族みんなで朝早くからお外に出かけられたりされます。そういう時には例えば地域の近くの大型のショッピングモールで投票所が開設できる、あるいは駅で、主要な駅で投票所が開設できると、こういうような法制度改正を今目指しております。またよくお声を伺うのが、例えば家族で投票に行く、ところが子どもが投票所に入れない、今認められておりますのは幼児、小さいお子さんだけは同じように投票所に入れます。ところが小学校になられると、小学生のお子さんは一緒に投票所の中に入れません。外で待っててもらわないといけません。こうしたところもなんとか改正できないかと、子どもも一緒に中に入れるようにできないかと、こうした制度改正も目指しております。今日は公職選挙法という少し難しいテーマで一問一答させていただきました。選挙への参加というものは国民の皆様の大切な権利です。投票しやすい環境を作るということは、まさしく民主主義の基盤を固めていくということだと思います。公明党はこれからも国民の皆様のこの大切な権利をしっかりと守っていくために頑張ってまいりたいと思います。それではこれからも皆さんからの疑問しっかりとお答えしていきたいと思います。疑問どしどしこちらまで。それではまた来週。